かなこです。みなこです。さやこです。こんばんは。芋洗い坂家の恋愛トークコーナー。今日も始まりました。みたいなのいつかやったらいいよね、別に。芋洗在落係長の子供ってことね。そう。はい。ちょっと前にですね、男性の皆さんに彼女に内緒にしていることっていうのをインスタの方で聞きつけたところ、本当にとんでもない男たちは遊び散らかしていたんですけども、まあ男も遊んでますけど、こんなもやることやってるよねって話ね。うちらなんちゃら、ね、全然クリーンですから。今回はその逆バージョン、女性のフォロワーさんに聞いた彼氏に内緒にしてること募集しました。恋愛経験豊富じゃないですか、二人は。彼氏に隠し事ってありました？やっぱ正直ないって言ったら嘘になる。なんていうの、浮気してるとかはないと思うよ、さすがに。都合のいい予定のところとかさ、嘘ついた方が楽な場面ってあるもんね。あるね。でも基本的に嘘つかないっていうのを心がけてるってことでしょ。ということで今回はね、女性フォロワーさんに募集したんですけど、まあ皆さんやらかしてるっていうか、真っ黒って感じですがすがしかったです。逆に相手の気持ちを思うと本当に仕事しますという感じなんですけども、ね、たくさんヤバいなったので今回も楽しみにしていただければなと思います。それではスタート。大体の初めては初めてじゃないこと。うわ、これマジでそうだと思う。うん、これはね本当に言うよね。こんなシューとか初めてなんだけどとか。だからそういう場面でも使えるし、普通にデートとかでもね。確かにそれ言った方が相手も嬉しいだろうね。うわ、俺初めて奪ったんだってことでしょ。そう、これは相手の気持ちを思い嘘。優しさだね、まだ。こんなの可愛いです。可愛いです。全然私もじゃあ可愛いのからいきたいと思いますね。うん、実はあなたが最初の彼氏っていうのが言えない。あ、逆にね。かわいい。かわいくない？これまだ多分1割ぐらいで、9割の人は初めてじゃないのに初めてって言ってるってことばっかり。そっちパターンね。元カレ人数詐称。たまにいるじゃん、恋愛経験ゼロの女はちょっと嫌だわみたいな。そういうのも考えて言えてないんだろうねって思うと可愛いよね。かわいい。あんたもう汚れないでね。ストーリー上げないのは他の男狙ってるからだよ。彼氏のことはあげないのってこと？そういうことか。逆はよくありそうじゃない？なんで私のこと乗せてくれないのって女の子多くない？女の子って大体乗せたいもんね。ない。うちめっちゃストーリー載せたい人だもん。投稿もする。気をつけてね、みんな。ある程度載せときや。推しとつながってる。またプロ意識のない。言い過ぎた。引き察知能力のないアイドルたちがそれで晒されるんですよ。こういう女がいるから悲しい思いをするファンがいるんですよね。マッチングアプリまだ消せてません。まあその人ともしかしたらマッチングアプリで出会った可能性もあるし、だけど未だに消せてない。消せてないの理由は何なんだろうね。ねえ、やっぱ付き合ってる人とか携帯にマッチングあるのは嫌でしょ。めちゃくちゃ嫌ね。勝手に消しちゃうかも。意外と入ってんじゃない？やだ、絶望しちゃうかも。チラッと見えたって起動する。消される前にこんなに？こんなに？って言って全部開かせる。怖い。次そこのトークのとこ押して、うん、こうして、これ何？みたいな。怖い。うちはマッチングアプリの広告になって登場して怯えさせる。マッチングアプリの案件お待ちしてます。待ってます。あなたがいい匂いって言ってる香水、元彼がくれたものです。うん、気まず。言えないわそれ絶対。言わない方が幸せ。言えないじゃない、言わないで。4回整形してるけどバレてません。男の人って結構整形する女無理って人まだ多いじゃん。こっちもさ、こぞってやるしかないわけよ。バレてないっていいよね。結局可愛くなってるから。確かにナチュラルだし、相手はちょっと可愛くなったなってぐらいに思ってるってことでしょ。うん、これは別にいい嘘だと思う。うん、聞かれたら別に言ってもいいと思うし。うん、AV デビューした？あ、いや、すごいね。言えないこととかじゃないのよね、もう。暴露ですし。確かに。彼氏も一人での行為もするわけでしょ。その時に AV 絶対見るやんか。出てきたらどうすんの？自分の彼女が AV 出てきたら。やだー。やばない？そういう展開ちょっとあってほしいわ。もし彼氏に AV で見つけられたら、連絡お願いしまーす。待ってます。いつもカッコつけてセリフ決めてるけど気持ち悪いって思ってる。カエル化みたいなもんなのかな。言葉攻めって女の子マジで苦手な方が多いと思うから。今まで付き合った彼氏ギョッとした会見ある？うわー、絶対あるな。お前は俺のもんじゃねえのかみたいな。クロー事件。全然クロージでもない、もう変な顔だったのに。そんなこと言うから。大丈夫みたいなのは思ってたよ。もう言えないんだよね、それキモいとかは。うん、ちょっと嬉しい反応すんだよ。分かる。いや、ありがとう、やっぱそうだよねみたいな。でその後、気持ち悪すぎるこいつ大丈夫っていうの。そう。ドラマとかにありそうなセリフとかさ、全然言ってほしくない。分かる。ああいうのなんで思いつくの？やっぱ漫画とかの見過ぎなのかな。これ言っとけばキンキンするだろうなって思ってるんだと思う。実はもう好きじゃない。悲しい。春の風を待つあの花のように。ですよ、本
それは別れれないってこと？まあ別れる機会もないしタイミングもないかなみたいな。絶対付き合ってられないんだけど。まあ情とか。忘れな見たでしょ。忘れな映画。忘れなじゃない、あなたはみたいな恋をした。なんで忘れなみたいな。でもそうじゃん、結局別れられない期間あったじゃん。あの好きか分からなかったね。もう一緒にいすぎて好きじゃないけど別れを告げられない期間、それな気がする。切ない系ってこと？っていうふうに思いたい。そういう時ってさ、距離大事じゃない？1週間ぶりに会ってみるとかさ、違う場所にデート行ってみるとかさ。言えないってことは言いたいけど言えないみたいなことなのかもしれないしね。確かに。あ、頑張って。財布からお金取って集めて、そのお金でブランドバッグ買ってます。やっば。おじとかなのかな、それとも普通に彼氏なのかな。どっちにしろやばいけどね。最近のさ、質問を集める系、絶対一人は犯罪者いるよね。わかる、もう窃盗犯いるよね。うちらもまあ共犯になってもおかしくないよ、これ。いや、わかる。だってね、大丈夫。そうだよね。知っててさ、見過ごすのってあれでしょ。え、そう、共犯と一緒。どうしよう。もしこれでなんか問題になったら、うちら提供しちゃいます。だ、そうだね。やっぱ犯罪良くないので。すごいね、どうやってやってんだろうね。お風呂入った時とかにコソコソ集めたのか。できなくもないもんね。いやー、すごいね。でも小銭って気づかないよね。小銭で集めてたら何年かかるやん。あ、小銭じゃなかった。地獄に落ちてくださいね。このまま付き合うか付き合わないか見極めるため、合コンを渡り歩いてる。いますよね、次の方がいないと別れられない人たち。いるよね。いるよね。まあみんなそっか。あのさ、こっち見てニヤニヤするの。相手の気持ち考えてとも思うけど、満足させない相手も悪いか。されてどうって話だよね、うん、逆にそれは、うん、されてもいいんじゃない、この子は。で、合コン行ってるだけだからね。複数人の男女で会ってしまった。まあギリ、こういう目で見てギリ、うん、そうです。細目で見てギリ、バレないように気をつけてください。はい、違う人と同棲してる。やば。本命はどっち？本命は彼氏なんじゃない？同棲はなんかセフレっぽいだから器用すぎる。疲れない？大丈夫？それさ、家行きたいって言ったらどうすんの？今日無理、妹来てるって言うのかな。すごいと思う、それをやる勇気が。でもうちらってこんなこと言ったら本当最低ですけど、9割女性視聴者さんなんで、前回の彼女に秘密にしていることを男に募集した時よりはあんま攻めきれないよね。わかる。女の子味方チャンネルだからさ、女の子あんま言いたくはないけど、普通にやってることやばくね、お前。実は彼氏たくさんいます。みんな韓国にいて、そこで活動しているので会えないからとても悲しいです。ちょっとこれ意味深なんだよね。ちょっと大丈夫っていう。わかったわかった。はいはいはい。なんかとんでもない勘違いしてらっしゃる方だ。なるほどね。どこかのアイドルグループが全員彼氏なんだ。お花畑ちゃんだ。ごめんね、目覚まさせたくないけど、これは彼氏ではないと思います。裏垢大荒れ。これ多かったね。書いてないと気が済まないんだろうね。まあでもそれで気が済むんだったらさ、相手にぶつけよりも、しかもストレス発散の一環としてやっているのであれば全然いいと思う。見てみたいけどね。今度募集してみようよ、恋人への不満を載せたストーリー。あ、それいいね。4割ぐらい24時間経つ前に消してそうじゃない？うわー、確かに怒ってんじゃない？楽しみ。元彼の方が顔がタイプ。うわー、絶対言っちゃダメ。言えないよ。でもそれをカバーしてくれる今の彼氏を大事にしよう。みんな寝てる間にスマホ見て怪しい女片っ端からブロックしてます。うわ、待って、これやったことある。マジで？めっちゃ前ね、嫌な写真とかあるとこそっと全部消してた。例えば嫌な写真っていうの？女の子とのツーショットが残ってたりとか。全部消してた。すごい。それさ、消すじゃん、削除した項目に行くじゃん、そこからも消す。全部消す。Oh my god! 言えない？やっぱそれはその時。言わない言わない。言えないじゃなくて言わない。言わない。気づいてないの彼。何年前の写真だし。気づいてそうだ。やめて。写真良くない？いや、連絡先ならわかるけど。あ、でも連絡先も消したことある。ポッケした。この女すごい。今は別にないけど。今は全然もう何でもいいですね。顔タイプじゃなさすぎて、チューするとき目つぶる。やーい。で、地獄すぎ。かわいそう。相当中身好きなんだね。顔めちゃくちゃ嫌いってことでしょ、もうそれ。え、これ喋るのはできるってこと？喋るのは普通にできるじゃん。この顔とキスをするっていうのは無理だから。え、なんで付き合ってんの？だから性格がヤバいんだって。中身マジ仏なんじゃない？え、いいな。確かに B 線だから気をつけな、取られるよ。でも普通に目開けてキスするの？違う、多分こう。こもれびもなし、こもないぐらい。こもれびもないぐらい。結構見たくない？何？中の顔、うん、この距離で顔見えんの？え、ちょっと見えるじゃん。開けたいんだけど。絶対つむりたいかも。誰でもキモい。あっちもつむりたいでしょうしね、もちろんのこと。セフレが 4,5 人います。潔くてもう草。え、そんな大事？セフレって寂しいのはマンコ。あー、チンコマンコが寂しいんだよね。そう、チンコマンコ寂しくって、彼氏ともちゃんとするけど味わいたい他を。欲張りだ。全然納得できないけどね。彼
知らなくてじゃん。多分周りに彼氏おるなよって言いたいがために付き合ってそうな可能性だよ、ね、そのセフレからもその女の子が一番じゃないんだろう、ね、いるじゃん今だってさ、お互い恋人いるのにセフレになる同士、彼氏いる女の子と彼女いる男の子でここがセフレになる、結構あるあるらしい。お互い言えないからね、怖い。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ということで今回は超最強本コアスペシャル、女の子の彼氏に言えないことを募集しました。いや今回もいっぱいね、見てはいけないお化けが出現してましたね。じゃあゆきさんお願いします。イモキデジマ、イモキデジマ、キモいやつだ、ぜひして。言えないこと、私たちに投稿したこともなかったことになってます。そうそうそう、まあ文句言いましたけど別に何とも思ってないんで、うちらは、うん、え関わってないんでね、うちらは何も悪くないんで、浮気するなり、泥棒するなり、連絡先勝手に消すなり、おいなり食うなり、何でもやってください。煮るなり、焼くなり、おいなりー